皆さんおはようございます。私が今やってきたのは京王線の桜上水駅。今回は画面左側1番線に停車している列車に乗っていきたいと思います。1番線に停車中の車両は東映新宿線の1300型。この車両自体は京王線でよく見れる車両なんですかね。今回はこの列車の行き先が面白いんですよ。っていうのもこちら、ちょっとこれ見えるかどうかわかんないんですかね。今回この列車っていうのは各駅停車高尾山口行きなんですね。これ京王線による各駅停車高尾山口行きなら腐るほど走ってますがね、都営車による運用っていうのは結構珍しいと思います。またさらに面白いのがね、今回この列車っていうのはこの桜上水始発の列車なんですよ。だからこの列車っていうのはね、車両は都営新宿線の車両なのにね、都営新宿線には行かないんですね。今回はそんな面白い都営車による各駅停車高尾山口行きに乗っていきたいと思います。でね、皆さんよろしくお願いします。そして私は一番前までやってきました。いやー、そしてこの都営線に確定高尾山口の表示はなかなかに新鮮ですよね。まあでは早速乗車していきたいと思います。そしてこれは車内の LCD なんですかね。これ京王線ユーザーの方ならもしかしたらご存知かもしれませんがね、これ京王車と都営車で LCD のデザインっていうのが少し違うんですよ。だからこれ都営車のデザインで高尾山口と見るのはなかなかにないと思います。またこれ途中停車駅が多すぎるってことでね、終点の高尾山口まで入りきってないのも面白いですよね。まあではもうそろそろ列車は発車すると思うんでね、発車するのを待ちたいと思います。そして午前6時、列車は帝国通り桜上水駅を発車いたします。終点の高尾山口までは1時間ちょい。今回は終点の高尾山口まで乗り通していきたいと思います。そして車内なんですかね、すごいガラガラだ。これ確か私以外にもう一人お客さんが乗ってらっしゃったと思うんですかね。これほぼ貸し切り状態。こういう光景っていうのは早朝ならではだと思います。そしてあら、これ本題とは全然関係ないんですかね。この車両っていうのは東映の車両なんでね、広告とかも東映の広告があったりするんですかね。あれもうすぐ引退するって言われてる東映浅草線の5300型じゃないですか。まあほんとどうでもいいんですが、鉄道マニアなんでつい反応してしまいます。そして列車が今到着した駅は上北沢駅。では引き続きこの列車に乗っていきたいと思います。そしてあれからしばらく列車に乗ってきてもまもなく到着する駅は筒子ヶ丘駅。そして京王線の各駅停車っていうのはよくこの筒子ヶ丘駅で高速の優等列車の待ち合わせをしたりするんですかね。今回この列車っていうのはこの筒子ヶ丘では待ち合わせはしないみたいです。これっていうのは結構珍しいんじゃないですかね。今回は早朝ってこともあってね、この先も普段とは違う走り方をしていたっていうのがまた面白いポイント。それっていうのは順を追って説明したいと思います。また引き続き乗っていきたいと思います。そして荒川4駅ほどやってきて間もなく到着するのは調布駅。京王本線と京王相模原線が分岐する重要な駅なんですかね。今回この列車っていうのは1番線に入りましたね。というのも普段高尾山口方面に行く列車っていうのは2番線に入るんでね、高尾山口方面に行く列車が1番線に入るっていうのは珍しいと思います。で、今回なぜわざわざ1番線に入ったかってことなんですかね。今回はなんとこの調布駅で回送列車の待ち合わせをするみたいです。各駅停車が調布駅で高速の列車の待ち合わせをすることも普段はないんでね、これっていうのも珍しいと思います。そして列車は調布駅に到着。そしてこの一番上に書いてる回送がね、今回私が乗ってる各駅停車を追い抜かす回送でしょうね。そして一番線の電光掲示板っていうのもね、ほとんどは橋本行き、この先相模原線に入っていく列車のことを表示してるんですがね、一つだけ高尾山口行き、この先本線を進んでいく列車のことが書いてるのもなかなかに面白い。そして今回私が乗ってる各駅停車を追い抜かす回送列車がやってきました。車両は京王の8000系。そして回送列車が調布駅を発車してきます。それにしてもこれ回送に抜かれるって面白いですよね。特急や急行などの優等列車に抜かれるんだったらまだわかりますかね。お客さんを乗せてない回送列車にも抜かれるってね、まあそういうところから京王線の各駅停車の遅さが分かってもらえるかと思います。そしてさっきの回送列車が発車したらようやくこの列車の番。列車は調布駅を発車いたします。ここまでっていうのはね、普段から東映1300型もしょっちゅう走る区間でしたがね、ここから先っていうのはね、東映1300型をほとんど走らない区間となります。だからここから先が見どころですよ。そして列車は調布駅を出るとすぐに京王本線の線路に転線します。そして列車は調布駅を出てしばらく行くと地上階に出ます。そしてこれちょうど夜が明けてきましたね。この先は景色がいい区間とかもあったりするんでね、朝日が綺麗に見えるところとかもあるんじゃないですか。そして列車はもうなく府中駅に到着するところなんですかね。この辺っていうのは高架区間になっていて高いところを走るんでね、朝日が綺麗に見えましたね。そして列車は府中駅に到着。この列車っていうのはこの駅で後からやってくる急行の待ち合わせをします。そしてやってきた列車がこの駅で各駅停車を流していく急行ですね。そして急行の発車を待った後この列車も発車。まあでは引き続き高尾山口に向けて乗っていきたいと思います。
そして列車はあれから数駅走ってきて間もなく多摩川を渡るんですがね、すごい富士山がめちゃめちゃ綺麗に見えますね。この多摩川の鉄橋っていうのはね、京王線の中でもトップレベルで景色が綺麗な場所、特に今日のように冬の空気が澄んだ晴れの日とかだとね、めちゃめちゃ綺麗に景色を見ることができます。いや、ほんとこれ綺麗な景色ですよね。そして列車は多摩川を渡ることで東京都府中市から東京都日野市へと入ってきます。そして多摩川を渡り終えると間もなく列車は静石桜川海域に到着いたします。そして赤しばらくやってきて隣に見えるのは高畑不動原作、これちょうど授業用車両のディア900が外に出てましたね。そして間もなく列車は高畑不動駅に到着いたします。そしてこれ高畑不動駅なんですかね、普段京王線の下り列車っていうのはね、多くの場合3番線に入るんですよ。しかし今回っていうのはポイントを曲がって対比線の2番線に入りました。この高畑不動駅では高速の列車の待ち合わせはしないはずなんですかね、これなんで対比線に入ったんですかね。そして列車は高畑不動駅に到着したんですかね。今回この列車が対比線の2番線に入った理由っていうのはね、どうもこれ3番線に回送列車を入れるからみたいです。ただ今回は回送列車の発車を待たずしてこの列車を発車するみたいです。そして列車はドアを閉めて高畑不動駅を発車いたします。そして回送列車よりも一足先に列車は高畑不動駅を発車。そして間もなく列車は北野駅に到着するところなんですがね、個人的にこの北野駅到着前の景色っていうのも結構好きなんですよ。というのもこの付近では京王線はかなり高いところを走るんでね、下に広がる景色を一望することができます。また向こうには工場の煙がもくもくしているところなんかも見えてね、いやほんとここっていうのはなかなかいい景色がいいと思います。また今回お見せすることはできなかったんですが、この区間っていうのは反対側の景色もいいんでね、皆さんもこの区間乗られた際はぜひ車窓に注目してみてください。そして間もなく列車は北野駅に到着いたします。この北野駅では回送列車の待ち合わせ、それから特急京王八王子駅との接続を取るみたいです。これ特急や急行との接続っていうのは普段からやってますかね、回送列車に抜かれるっていうのはこの時間ならではですよね。そして列車は北野駅に到着。そしてまず最初に私が乗っている各駅停車を抜かしていく回送列車がやってきました。これさっき高畑不動駅の3番線に入っていたやつですよね。高畑不動駅では私が乗っている各駅停車が先に発車しましたかね、この北野駅で追い抜かしていくみたいです。そして回送列車が一足先に発車。この列車この先京王八王子方面に行くのかと思ったんですがね、この列車っていうのはこの先高尾山口方面に向かうみたいです。だからこれただただ私が乗っている各駅停車を追い抜かしてったんですね。そして奥から特急京王八王子駅がやってきました。私が乗っている各駅停車っていうのはね、この特急からの乗り換え客を待ってからの発車となります。ちなみに今回やってきた車両にはね、高尾線開業55周年のヘッドマークがついてましたね。ただ今回はこの列車っていうのは高尾線には行きません。そして各駅停車高尾山口駅っていうのはドアを閉めて北野駅を発車いたします。そしてこれちょうど京王八王子行きの特急と同時発車しましたね。この先京王八王子方面に行く線路と高尾山口方面に行く線路っていうのはそれぞれ別の方向に進んでいくためね、北野駅では結構同時発車っていうのを見ることができます。ただこれ高尾山口方面に向かう列車はこの先カーブが合うためゆっくり行くのに対してね、京王八王子方面に行く列車っていうのは思いっきり加速するんでね、これ京王八王子方面に行く列車が先に抜けてしまうっていうのがいつものパターンなんですが、そしてここまで来たら高尾山口まではあともう少しまではラストスパート乗っていきたいと思います。そしてこれ京王八王子方面に行く線路と分かれて少し行くとね、ここでも綺麗な景色っていうのを見ることができます。向こうに見えるのは八王子の市街地、そして進行方向の方を見るとね、大きく富士山を見ることができます。いやー、ここもなかなかにいい景色、北野駅近辺は綺麗な景色が見えるところが多いですよね。まあでは終点の高尾山口に向けてあともう少し乗っていきたいと思います。そして間もなく列車は最後の途中駅高尾駅に到着いたします。いやー、もうこんなところまで来てしまいましたよ。もうここまで来たら終点の高尾山口は目と鼻の先です。
そして列車は高尾駅を発車。そして次が終点の高尾山口なんですかね。これ最後の一区間っていうのはなんと単線なんですよ。私が今乗ってるのはこれ地下鉄の後ろですからね。地下鉄の後ろで単線を行くのはなかなかに違和感があります。都営地下鉄ってこの新宿線以外にも浅草線や三田線は他社線と直通運転をしてますかね。これ走行距離で言ったら浅草線の直通運転が一番長いと思いますかね。東京都を端から端まで行ってるっていう面では多分この都営新宿線の車両が一番じゃないですかね。だって東は千葉県との県境、西は高尾まで行ってるわけですから。そしてトンネルを抜けたこの景色ですよ。いやほんとこれ地下鉄の車両から見てる景色だとは思えないよな。始発の桜上水から1時間ちょい、なかなかにすごいところに来たなと、そんな感じ。もうこれ日も完全に登りましたからね。そして前に見えてきた駅が終点の高尾山口。いやついにですよ、列車は終点の高尾山口駅に到着いたします。ただ乗ってみた感想はね、この1時間ちょいっていうのは意外と楽勝でしたね。もっとしんどいかと思ったんですが、どうってことなかった。ただ京王線にはこの高尾山口始発東映新宿線直通の各駅停車元屋台駅っていうとんでもない列車もいるんでね、今度はそういう列車にも乗ってみようと思います。まあこれ最後はちょっと宣伝になっちゃったんですかね。まあではこの高尾山口駅で降りたいと思います。そして列車は終点の高尾山口に到着。そしてここまで乗ってきた列車っていうのはね、折り返し各駅停車調布駅っていうね、これまた京王線内完結の面白い運用につくみたいです。まあでは今回は東映による桜上水始発各駅停車高尾山口駅っていう面白い列車に乗ってきたんですが、どうでしたか。まあこれ車両もなかなかに面白かったんですかね。これ早朝というだけあって走り方っていうのも面白かったですよね。まあではこの動画はここまでにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有どんどんお願いします。ではね、この動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。